I got that, that. Yep. Let's do this. Dog. Lair. I have no idea what I was doing. Let's check. All right, level 2. Order to do it. I have to move up onto the farm. Let me choke him on. And Salomon needs level 16. Got him on. Alright, so Kulan, level 2. Alright. Underground level 2, actually. Wait, I think I messed up. I know why that did that. Oops. Water. アクト開始だ。
上出来だ。アタック開始だ。悪くなかった。みんなのおかげだよ。I may get them. You don't see it.上出来だ。Let's go that side.
あんた、いいかもだぞ。お前がメフィストさんだな。おや、どちら様ですか。しとったはずだぜ。別のやつだな。やれやれ、クライアントの情報を漏らすとは。お前にこれからはない。フリーのハッカーたちを焚きつけてエデンでアカウント狩りをさせていたことは分かってる。ザクソンの依頼でお前を。ザクソン、ああ、あの青臭いお子様の集まりの困りますね。こっちはビジネスでや子供の正義の味方ごっこに付き合っている暇はありませんよ。アカウント売買は実に割がいい仕事だ。ハッカーたちは小遣い程度の額でせっせとアカウントを集めてきてくれるし、それを高値で買う人間は5万といる。一銭にもならない正義の味方ごっこで人生を無駄に費やしているが、私の商売をほやかく言われる筋合いはありませんよ。 Hiding behind the mask? Line up your arse? Yeah, right. お宅はいい。今まで集めたアカウントデータ。おやおや、空論で営業するわ。企業戦士をなめてかかると、大人の本気を見せてあげましょう。There's it. みんなのおかげだよ。まさかそんな。おとなしくアカウントを渡せ。ああ、あなたたちのようなガキに。だか。
あの野郎、アカウントばらまいて逃げやがった。待て、王の後でいい。ちら、一通り拾ったが、ザクソンから聞いている数より少ないんだ。奴の様子も気になる。あと、千歳、メフィストさんに逃げられた。ああ、見てたぜ。今、お嬢が追跡してる。メフィストさんは、僕の方に逃げたのか。近くにログアウトゾーンがないから。よし、すぐ追いかけるぞ。さあ、行こアック開始だ。なんとかなったね。油断するな。かなったね。アック開始だ。
上出来だ。別のハッカーにやられたか。しっかりしてくださいよ、メフィストさんさん。畜生、こんなげっそうっとしちまって。おい。あ、なんだてめえら。お前たちと同業のもんだ。メフィストさんに用があったんだが、何があった？どうもこうもねえよ。メフィストさんさんはいつも通りアカウントの取引をしてただけなんだ。でも気づいたらどんどん様子がおかしくなっちまって、おかしいなと思ってたんだ。メフィストさんさん、なんだか今日はいつもより決まってるなって。でもあれは決まってるなんてもんじゃない。まるで何かに操られてるみたいな。戦っているうちに突然様子がおかしくなっちまった。さあな、突然人が変わったように暴れ始めた。一瞬、奴の背後にデジモンのような姿が見えた。ひょっとしたら、そのせいで奴はおかしくなったのかもしれない。俺たちのデータ化された意識にデジモンが干渉しないとは言い切れない、ということだ。噛み砕いて説明するとだな、エデンの根幹システムには精神のデータ化ってのがあるだろ。俺たちの意識はエデンにログインする際にスキャニングされて、精神データとして仮想空間上にアップロードされてる。エデンアバターにそのデータがダウンロードされることで、俺たちは現実世界の記憶を引き継いで仮想空間で活動ができるようになるってわけだ。精神データはあくまでデータだから、デジモンプログラムの影響を受けることもあるんじゃねえのってことです。でもそんなことはありえないと思う。精神データを守っている防壁は何？そうなんだよな。ま、でもこんなこと俺だ。ひとまずメフィストさんを懲らしめることには成功したんだろ。依頼か？いや、まだだ。ザクソンからの依頼は駆られたアカウントデータの破棄だ。奪われた。メフィストさんの端末情報はコピーしておいた。やつが他のアカウントをどこにやったのかが知りたい。ワームも手伝って。はいでしゅ。お前お手伝いができるようになったのか。はいでしゅ。エリカに教わったでしゅ。メフィストさんが他のユーザーとやりとりしていたログがありましゅ。見せて。企業ユーザーと頻繁にやりとりしてる。アカウントの転送ログもある。そいつだな。なんて企業だ。名前は闇バイキングでしょ。これはどう考えてもいいや。そのまんま過ぎて悪ふざけのレベルだね。メフィトさんはこの企業にアカウントを売っていたみたいでしょ。企業の一番偉い人の名前。アカウントの転送先はその企業サーバーか。直接侵入してデータを奪うぞ。ほんじゃま、俺とお嬢は引き続きサポートに回りますか。おい、どうした？行くぞ。
I should go for that one. Find out that. サーバに侵入するのは初めてか？感覚は通常のエデンエリアと同じだ。サーバもそれによるメリットデメリットはいろいろあるんだが、電脳空間にサーバを構築することでセキュリティを可視化して示すことができる。何よりエデンシステムそのものが最先端の強固なセキュリティだ。そのエデン内にサーバーを持っているだけである種の社会的信用を得られるってわけだ。従来のハッキングでは内側からサーバーのセキュリティに接触することは不可能だが、アバターで行動できることに加えてデジモンプログラムがその上デメリットはもちろんこうやって優秀なハッカーに侵入されちまうことだ。もちろんその辺は管理側も百も承知だが、その証拠にこういうサーバーは無人であることが多い。自分たちのセキュリティに絶対の自信があるからだ。俺たちはそこをつく。奴らの自信を傷つけねえよう細心の注意を払いながら。アック開始だ。上出来だ。油断するなよ。はい、みんなのおかげだよ。
ック開始だ。みんなのおかげだよ。ハッキングってのは基本的にセキュリティを破られたと気づかせねえ手を打つ。突破されたことに気づかれると管理側がセキュリティを強くこっそり作った裏口をバレないように維持することも重要だ。今回はその辺は千歳が外から担当している。俺たちは気にせずこのまま最深部まで行ってセキュリティを解除する。デジモンがいる場合企業がハッカーを雇っている可能性が高い。ハッカーを雇うことでセキュリティレベルは目に見えて上昇する。だがどうしてそこまでハッカーを信じられる。雇い主がハッカーを理解。俺に言わせりゃハッカーがいるってことは目に見えない穴が開いちまっているのと。お、悪くなかった。油断するなよ。油断するなよ。
ったね。That is an odd question. このまま落ちる。悪くなかった。
How about that term? なんとかなったね。Good time to save. アック開始だ。みんなのおかげだよ。
メフィストさんから買ったアカウントは全てあるよ。千歳、聞こえる。おう、バッチシ。あとはこっちでやるぜ。お疲れさん。千歳がサーバー内にあるアカウントデータを吸い出す。俺たちの役割はここまでだ。おやおや、どこの誰ですかね。僕の大事なマネーサーバーで勝手なことをしているのは。かやばか。サーバー主がハッカーを雇わず自分で見回りか。ずいぶん仕事熱心なんだな。雇ったハッカーなんて僕は信用できないんですよ。自分のマネーバンクは自分で見回るのが一番。おかげでこうしてマネーを狙うネズミも釣れたことですし、用心しすぎて困ることはないということです。そりゃご立派なことだな。ところでそこにあったのは僕がメフィストさんから買ったばかりのアカウントじゃありませんかね。あれは某企業の重役たちのアカウント。ビッグマネーに代わる大事なマネーの種を盗むなんてちょっと。どうせ汚い金で買ったんだろう。文句を言われる筋合いはねえな。これだから子供は、これだから最近のクソ生意気なハッカーは。マネーの価値が、マネーに綺麗も汚いもないのです。マネー、それすなわち可能性。貧乏人が世界旅行に行くことも、病人が病気を治すことも、憎い相手を屈辱の中にひざまずかせることだって。お、その可能性を得るために努力して、何が悪いんですかね。アカウントを買って。な、お前が言いたいことはわかるぜ。アカウントは手に入れた、あとはとんずらこいちまえばいいだけの話だ。俺もこいつには一発くれてやりたい。このままおとなしく返す。盗んだ僕の愛しいマネー、ついでにアカウントも買ってしまいましょうかね。力を貸してくれ。
ちょっと待った。これは僕の負けかね。いきなり聞き分けが良くなる必要はないんだぜ。こっちはこのままアカウント破壊したっていいくらいなんだ。それだけはご勘弁を。アカウントを破壊されたら復帰するのにいくら金と手間がかかると思っているのか。メフィストさんから買ったアカウントデータが目的なんだろう。なら好きなだけ持っていけばいい。奪ったアカウントの情報は全て破棄する。企業の帳簿もコピーさせてもらった。今後アカウント狩りに関わったらこのデータは全てネットに流す。分かったな。やれやれ、今時まさか本気で正義なんてもののためだけに動いてるのかね。お前の大好きなお金様じゃ買えないものがあるってことだ。お前のアカウント、僕が狙うのは企業や政治家のアカウントだ。お前みたいな子供のアカウントを狙って何になるのかね。そいつは嘘はついていない。お前のアカウントはデータの中には見当たらなかった。おい、他にアカウント狩りをしているハッカーに心当たりはないか。さあね、僕が使っていた元締めはメフィストさんだけだ。だが最近はあまり噂を聞かないが、腕のいいアカウント狩りのハッカーのことは聞いたことがある。一時期エデンのあちこちでアカウントを借りまくっていた凄腕で、そいつの名前は確か穂坂、そうだ、穂坂アキラだ。穂坂アキラか。なはは、これでまた一人悪党を懲らしめたな。上出来上出来。どうしてカヤバが犯人だと思ったんだ。誰かから情報が入ったのか。ねえ、あれ喧嘩じゃない？おいおい、まだ学生じゃないか。なんだ？ほら、さっきまでの勢いはどうした？情けねえな。いざ喧嘩になるとお呼びのしか？なあ、ゆうちゃんよ。あ？なんだと？俺ら今こいつとお話し中なんだよ。邪魔だからさっさと失せろや！おい、待て、こいつあいつじゃねえか？あの、ハッカーって噂の。マジかよ。おい、行こうぜ。そんなおやじほっとけ。なんで助けたんだよ。余計なことしやがって。するな。仕方なかったのさ。でもせっかくあいつがかばってくれたのに。きっと気にしないさ。そういうやつなんだろう。はい。
落ちたか？なんでもない。デジタルワールド。And returning that background. すまないとか言って乗ってくれなきゃ。お姉さんつまらないんだぞ。冗談を言うために来たわけじゃない。もう若いのに真面目ね。そういうところ嫌いじゃないけど。約束のデータだ。うちの重役ちゃんたちのあかうばじり揃ってるじゃない。いつもお仕事がスムーズで素敵よ、リュウジキュン。カヤバがアカウントを枯らせるために使っていた男やられたぞ。うん、どうってことないわ。あんな子もともと使い捨てにするためだけのおもちゃだもの。ひょっとして、いやどうかしらね。でも人からもらったものを安易に身につけない方がいいってことだけは言えるんじゃないかしら。どんな危ないものが潜んでいるかわからないものね。カヤバの件はどうする？一応牽制はしておいたが。放っておいて構わないわ。帳簿がこっちにある以上、あんなやつには何もできないもの。おバカさんよね。ただの金庫番が欲をかいて根を釣り上げようとするからこんなことになっちゃうのよ。言われた仕事だけこなしていれば美味しい思いができたのにね。あらあら、いけない。大事なことを忘れてたわ。取ってきてもらったアカウントだけど、この企業のデータを紐付けておいてちょうだい。もちろん手を入れた痕跡は残さないように。これは、うん、なーに。そういえばセントラル病院から連絡が来ていたわよ。検査結果、これからはもっともっと治療が必要になるわよね。でも仕方ないわよね。あの子には必要なことなんだもの。just punch her now. I know what she is right now.Punch her. 心配しないで。私もできる限りのことはしてあげたいって思ってるのよ。おお。なんて言ったって、リュウジキュンはこんなに神代の。ううん。私のた、私たち、いいビジネスパートナーよね。それじゃ
仕事よろしくね、リュウジキュン。頼まれていた調べ物は終わったよ、保坂。保坂明、結構悪質なハッカーだったよ。年齢や性別問わず、エデンで手当たり次第にアカウントを買っては相手を選ばず売りさばいていたみたい。でも分かったのはそこまで。現在の居場所は不明。っていうか、ちょっと前からぱったり活動してない。足取りが途絶えちゃった。情報が少なすぎるよ。千歳にマルウェアを借りて本格的に調べることができれば何か分かるかもしれないけど。やってもいいけど、まさかただで調査してもらえると思ってるわけじゃないよね。とぼけてもダメ。安心してよ、お金なんて取らないから。ここのところエデンでデジタルウェーブの異常が多かったでしょ。気になっ、そうしたらね、新宿にデジタルウェーブ時の乱れが大きい場所を見つけたんだ。だから行ってみたい、連れてって。もしかしたら最近よく噂で聞く怪現象の正体かもしれないじゃない。連れて行ってくれたら保坂の居場所もっと詳しく調べてあげてもいいよ。Dancing cowboy.外出るの久しぶり。学校行ってないよ。お前、会えてよかった。この間のことを謝りたくてさ。突然怒鳴ったりしてごめんな。格好悪いところを見られて情けなくてさ。あいつら、同じクラスの連中だよ。何かと目をつけられちゃっててさ。お前が来てくれて助かったよ。あいつらお前がハッカーだって噂を聞いてビビってたから。本当は気の小さいやつらなんだ。群れなきゃ何にもできない臆病者だ。そんな奴らにすらビビっちまう俺は、もっと情けないけどな。そうだな、お前の言う通りだと思う。それよりさ、ここがお前が言っていた店なのか？なんか取り込んでるみたいだな。それじゃあな、また連絡するよ。What the heck?早く連れてって。
ちょっと疲れただけ。何あの人。ねえ、話しかけてきて。何かしてるみたい。気になるから聞いてきて。穂坂明の調査。おや、あなたひょっとして私に興味がおありで。怪しい。私が。道理で道行く皆さんが私にチラチラと視線を投げかけるわけだ。不審者だと思われて。You are suspicious。しかし、おかしいですね。交番でちゃんと調査の許可を得たはずなのですが。はて、私の見た目とおっしゃいますと。おっと、申し遅れました。私は上白エンタープライズの研究員でして、スウェドー・アケミと申します。この辺りのデジタルウェーブ地に異常を発見して、こうして現地調査にやってきたわけでして。私と同じだ。おや、あなたも？これはこれは奇遇ですね。あなたもデジタルウェーブの調査にいらしたのですか。その最近の怪現象の正体なんじゃないかと。おう、それはそれはなんとも喜ばしいことですね。将来有望な若者に出会えたようです。え、実は私も同じ推測を立ててここにやってきたのですよ。どうです、よろしければご一緒に調査しませんか。若くて聡明な感性による意見は何より貴重です。この人い、ご覧なさい、ここ一帯のデジタルウェーブ値が数時間前から異常な高まりを示している。新宿のどこからこんなにたくさんのデジタルウェーブが流れてくるんだろう。エデンじゃ、いや、仮想空間とは違うと決めつけてはいけませんよ。現実世界にも仮想空間同様エネルギーの流れは存在します。そっか、一般的にはデジタルウェーブはデジタル情報を運ぶ大きな交通網が敷かれている場所にもそれと似たエネルギーがとどまるって仮説をネットで読んだことがある。その通り、特にここ新宿のような人も交通の便も活発な場所には様々なエネルギーが集まる可能性があるというわけです。しかしそれを踏まえてもこの変化は異常ですね。環境的な因子だけが原因とはとても。情報体へと変異する瞬間を目の当たりにできるとは、それぞまさしく怪現象の正体。デジタルウェーブが局所的に高まることによって引き起こされる状態変異。デジタル体への変異は天才、いや一個やる。デジタルだからどうなっているんでしょうね。私たちも行こう。だって楽しそうだもん。Oh my god. She's the oddball. But all right, let's do this. Thank you.
君たちはハッカーで駅の中はさらにデジタルシフトが進んでいるようですね。デジタルモンスターまでもがエデンと同じ形で現れている。現実にデジモンが現れるなんて。ワームモンを端末に入れてくればよかった。なるほど。内部は特殊なデジタルウェーブが渦巻いているようですね。つまりここは現実世界でありながらデジタル情報で構成された世界。現実世界そのものが電脳空間化してしまったと考えるべきでしょう。つまりこの空間では人為的な干渉が可能になる。お分かりになりませんか？現実がデジタルにシフト、それすなわちプログラムを用いて現実世界に干渉することが可能になるという。ハッキングできるってこと？ご名答。まだ部分的なものであるこの現象が世界全てを巻き込めば、あらゆる事象の改変も可能になるかもしれません。そうすれば現実で不可能だったことが可能になる。すごい。いやはや、あなたはなかなか柔軟な頭をお持ちですね。ひらめきの反射速度が通常とは違いますね。ひょっとしてあなた三島エリカさんではありませんか？なんで私の名前は。やはりそうでしたか。いやいや、やはりいましたか。困りましたね。おや、君もイーターに遭遇したことが終わりで。イーター？あれも私の研究対象でして、私はあれのことを捕食者イーターと呼んでいます。気をつけてください。エデンであれに捕食されるとデータは侵食され、構造もアルゴリズムも無秩序な状態になってしまいます。つまるところバグ化してしまうというわけです。この空間で我々の体がどれだけデジタルシフトの影響を受けているか定かではありませんが、せーで、ものは相談なのですが、デジタルモンスターにイーターへの耐性があるかどうか実地調査をしたいと思っていたところでして。それほら後ろ。絶対に負けられない。追わなくて結構ですよ。データは十分に取れましたので。イーターと接近しても異常はない。やはりデジタルモンスターはイーターへの耐性を持っているようですね。それが分かっただけでも今の戦いは大きな収穫と言えるでしょう。いや、対抗方法も分かったことですし、これから本格的に調査と。おい、誰かそこにいるのか？
早く。まだ調査の邪魔はされたくありませんね。あなたたちはもうお帰りなさい。私のことはくれぐれもご内密に。待って、まだ。お前さんは龍神とこのエリカちゃんじゃないか。こりゃいけねえ、急いで外に運ぶぞ。あら、お医者に話を聞いてきた。エリカちゃんはひとまず大丈夫のようだ。お前さん聞いてなかったのか。俺の口から言うのも妙なんだがな、エリカちゃんは脳に特殊な疾患を抱えているんだ。あれはもう何年前になるかな。エリカちゃんとご両親が乗った自動車が交通事故を起こしてな。その事故が元でご両親は亡くなった。珍しい症状でどこの病院でも治療法が見つからなくてな。龍二の野郎はあちこち駆け回ったらしい。このセントラル病院でようやく治療らしい治療を受けられるようになったそうだ。エリカ、落ち着け龍二。エリカちゃんは大丈夫だ。軽い発作だと。又吉さん、すいません。なーに、俺はたまたま居合わせただけだ。そばについていたのはそこの坊主だよ。お前の顔も見たことだし、そろそろ失礼するよ。すいません、礼はまた後で。そんなもん気にすんな。またお大事にな。あんまり気に合うんじゃねえぞ。ロビーで待っていてくれ。面倒をかけた。好きなんですか。私も好きです。でもいざ自販機の前に立つと、あなたのおすすめはありますか。それを選ぶ通であればチョイス。先ほどあなたが選んだ飲み物、通常のシルコ缶に大幅なアレンジを加えた人気商品。リピーターも多く、私もあんことチリペッパー、甘みと辛み、2つの相反する風味を見事にマッチさせた奇跡の飲み物。
何より私が一番気に入っているのは無理やり一口大の餅まで入っているという点です。飲むとき飲み口のところに餅が詰まって汁の部分が全く飲めないのですが、それをいかに工夫して堪能するか、それを考えるのもこの商品の楽しみの一つ。This is odd. でも先ほど高さ1メートルの巨大パフェを食べたばかりなので、あ、他にやはりこういうのは己の胃袋、そういうところもきちんと。やっぱりあなたは他の人とは一味違うみたいですね。ではちゃんと自分でどれがいいでしょうか。うん、店へ戻るぞ。エリカは2、3日入院する。そっか、入院になっちまったか。言っておいて欲しかったって。言ってどうな。引いていればエリカを外に出さなかったか。エリカを閉じ込めておけばよかったって。そうすればあいつが喜ぶとでも。お前に話せば解決したか。お前がエリカの面倒を見てくれるのか。俺の色々大変なんだ、あいつ。両親亡くしてから一人でお嬢の面倒を見てきたからさ。気にすんなって。そういや、又吉さんに会ったんだってな。元気だったか、あのおやつさん。あの人には昔よく世話になったんだ、柔道の時に。ま、この話はそのうちな。ともかくお嬢が戻ってくるまでチームとしての活動はなしだな。Betcha. It's a Palkumon. I think I already had a Palkumon. Yep, I had one, so...Interesting that on this side you can. How long has it been?
さあ、行こう。なんとかなったね。Just a little bit longer.なんとかなったね。なんとかなったね。
La-dee-ho, la-dee-doo. みんなのおかげだよ。
Oh, that's right. I do have that. Let's look at that memory.
行け。はい。
I said there were two. There we go. Well, it wasn't two. Other side real quick. To the O, to the Z, to the da da da.
開始だ。Yeah. I need to get some. It, no. Nope, I need water too. Alright. Alright. Hammer mode off. I'm bored and people aren't... Well, no one's on. Oh well.
Interesting. なんとかなったね。95% accuracy and misses twice. That's not 95% accuracy there.
Despite the underpay, it's always about the pay for you. Mystery of the third floor, 3.5. Alright, next part of the story, probably. Watashi da. Hannin sagashi wa junchou kana? Sou ka. Kayaba mo hannin dewa nakatta ka. Dewa tsugi no target wo oshieyou. なぜそんなことを聞く？なるほど。私の情報の真偽を疑い始めたようだな。
私と直接会って話がしたい。確か君は信用に値する優秀なハッカーに見える。いいだろう、直接会うとしよう。それでは明日エデンのオープンスペースだ。Good thing. Called a safe thing. Cause I don't know what's next. I'm gonna go to DigiLab. This one is going to go into that one. Level 30. Ability is 10, so I gotta de-digivolve her. Only 4, yeah. I don't have that, so I can't do it that well. Do this. Nope. Eden. All right. のわからないハッカーの裏を、そりゃ待ち伏せして罠を張るのだ。開始だ。Security。随分と早い到着だな。先手を取っておいて正解だったよ。君が優秀なことは知っている。しかし私の裏をかくつもりならやめた方がいい。これは忠告だ。私も未来のビジネスパートナーを失いたくないのでね。
だが用心深いこと自体は悪くない。むしろハッカーとして交渉はよって君は信頼するに足る人間だと判断した。おめでとう、合格だよ。これはそのお祝いだ。君、Demon's Den, Demon Birthday URL。 約束の時間にこの場所を訪れたまえ。今度のその。では。M。 ユーたち、ギグっちゃう？俺っちょギグっちゃう？悪魔的にロックしちゃう？ヘイヘイヘイ！ユーたち、今日の主役はクイズです！イエーイ！This is Nika！もしかして、いや、初めての集会参加が悪魔生誕祭なんだ。いいね、メモリアルだね、ときめいちゃう。教えてあげるよ。あの方は巨大組織ザクソンの幹部でありながら、我らデモンズの主にしておっさん、ハッカー界のリアルスター。オーケーオーケー、本日は悪魔による悪魔のための悪魔的なフェスティバル。悪魔生誕祭にお越しいただきまして誠にありがとうございます。俺っちはオーディエンスとかガンガン煽ってくスタイルなんで、そこんとこよブラックスシッわる。このへー、これまで地味に悪魔的活動を検知に意見だけに、いつジョーク、こっからピーか。お前ら、俺たちは今日この日からクソザクソン参加のクソハッピー平面の秩序をクソくれ、ザクソンの誇り。へーでもね、俺たちは最高にクールで最強にロックだ。その名をたたえよう。我らはデモンズ悪魔よ力を。デモンズ爆弾
そうか、 K っていう謎のハッカーがお前のアカウントを買った犯人の情報をくれていて、そいつの一方的な誘いでデモンズのアジトに行ったら仲間だと勘違いされてザクソンをスパイするように命じられたと。はあ、なるほど。ってアホか、そんな 100% 罠丸出しなところに一人で行ってんじゃねえよ。どうせそんなことだろうと思っていた。バカ野郎が。これからは隠したりせず、何でも話せ。で、どうするよ、リュウジ。まさか本当にこいつにスパイさせるわけじゃないんだろ。ひとまず、ユーゴかフェイの耳に入れておく必要があるだろうな。お前は、俺と来い。ザクソンフォーラムに行く。千歳、お前は…はいはい、Kの調査しろ。わかってるって。こっちは…不在のようだな。仕方ない。ここにいないということは、おそらくクーロンの見回りに出ているんだろう。フーディエがザクソンに敵対したと誤解されたくない。スパイの件は早めに知らせておいた方がいい。二手に分かれるぞ。ユーゴかフェイを見…
さあ、行こう。ほら、a little bit longer than I'm calling it quits for the moment. But I think. なんとかなったね。Oh my god. Oh my god, it's so cute when it's asleep too. さあ、行こう。
Yeah. I'm going to sleep after this. I should also have my farm do investigation.危ねえな、気をつけろよ。どうした？まるで幽霊でも見たって顔だぜ。なんてな、冗談だよ。たぶん、最近そんな話ばっかりで参るぜ。その服、ひょっとしてお前龍神とこのハッカーか？あ、ああ、いや、
名前を知ってるだけさ。あいつらは有名だからな。元柔道だし。おいおい、仲間のくせに柔道のことも知らないのか。あいつら昔のことは何にも話してねえんだな。柔道のことが知りたい？いいぜ、教えてやっても。まあ俺も人から聞いた話くらいしか知らねえけど、そのくらいでよければ話してやるよ。俺も最近のあいつらのこと聞きたいしな。いや、なんでもねえ。来いよ、歩きながら。ようやく終わった。お疲れさん。ようやく終わった。お疲れさん。オタク、ハッカーになったのは最近だろ。だろうと思ったぜ。雰囲気もそうだが、何よりデジモンプログラムを持ってるからな。フーデューの奴らもそいつを使ってるのか。へえ、まだ昔と同じロートルなやり方にこだわってるのかと思ってたぜ。いつの間にかザクソンの傘下にも入っちまうし。おっと、悪い。柔道の話だったよな。柔道が活動していたのは数年前のことだ。その頃はまだデジタルモンスターなんてもんは知られてなくてよ。ハッカーは自分たちで作った独自のツールを使ってハッキングをしていたんだ。その中でも最も規模が大きかったのがリーダーの名前くらい聞いたことあんだろう。ま、いいけどよ。
重度は規模もでかかったが、何より一人一人の技術力が高いチームだった。そいつらの中でナンバー2を張っていたのがお前んとこのリーダーのミッサナダ・アルタっつうのは、技術はあってもまあ無茶するやつだったみたいですな。リュウジが補佐官としてやつをフォローしていたんだ。ナンバー3はイマイチトセ、こいつも知ってるよな。昔から人当たりが良くて、でけえチームの摩擦を軽減する緩衝材みたいな存在だった。軽そうに見えて人のことをよく見ているやつでさ、あいつが間に入ればどんないざこざでも大抵、他にも独自のマルウェアを構築できるハッカーが何人もいて、つまり重度は生産性、機動力、どれをとっても最高のチームだったってわけだ。だが柔道をレジェンドたらしめていたのは、あいつらには信念があったんだ。明確なルールがあったわけじゃない。誰一人ハッキングを悪用しようとはしなかった。あくまでも自分たちの技術を高めるため、好奇心を満たすためにあいつらは行動していたんだ。アンダーゼルもそんなあいつらだからこそ突破できたって俺は思うぜ。聞いたことねえか、アンダーゼロ。エデン創世記から存在するコアサーバーで、これまでのエデンに刻まれた全てのログデータが保存されている。つまり事実上エデンの最高峰セキュリティの要塞。そこを落とせば柔道は名実ともにエデンで最強のチームになれた、なれるはずだった。あそこであんな奴が現れたりしなきゃ。いや、なんでもねえ。ともかく柔道はそのアンダーゼロ攻略に失敗して、そのなあ、次はオタクの教えてくれよ。最近のあいつらの、またこいつかよ。倒すぞ。こいつは放っておくとやべえんだ。オタク、ウーディエならちょっとは使えるんだよな。それよかった。力を貸してくれ。このまま突っ走れ。なんとかなったな、クーロン。前にもこいつに襲われたことがあってさ、スエドーって神城の研究員が言うには、この化け物あっちで起きている怪現象と関係があるみたいなんだ。お？あのおっさんのこと、あちこちに現れんだなあいつ。相変わらず爪が甘いな。リュウジ、悪い、助かったぜ。勘違いするな。
前を助けたわけじゃない。何を油を売っているんだ。ユーゴとフェイが見つかったのか。まだこんなに嫌がったのかよ。危ないところだったね。怪我はないか。ユーゴか。誰かと思うたらアンさんが大変。リュウジはともかく最近よう会いますな。ダナダラタ。チェ、バラすんじゃねえよ。ま、そういうこと。君が新しくフーディエに入った新人かい。うん、なるほど。いい目をしてる。 No, no, he doesn't. His eyes are horrible. それに趣味も合いそうだ。彼を紹介するためにわざわざ会いに来てくれたのかい。いや、報告があってきた。ユーゴ、ジミー・ケンがザクソンを離反したぞ。知っているよ。僕とフェイはその件を調べていたところなんだ。普段のメフィストさんのアカウントがり、あれにもデモンズが関わっていたようだね。アカウント狩りで資金を集めて一気にチームとして勢力を広げたというところだろう。調べが早いな。この件は僕たちに任せてほしい。ここで弱腰を見せれば他のハッカーチームに示しがつかない。力で押さえつけたって、エデンは守れないぞ。離反する奴が出るなら放っておけばいい。行動の善悪は誰かに決められるもんじゃねえだろ。それを見過ごせば誰がハッカーの暴走を阻止するんだ。誰もがかつての君たちのように己の信念だけで自分を律することができるわけじゃない。明確な規律はどんな場所でも必要なものだと僕は思うよ。俺が言いたいのは、ハッカーは何者にも縛られるべきじゃないってことだ。大地、お前らのやり方は。黙っていろ、真田。リュウジ、お前ならわかるだろ。俺たち、もう俺たちじゃない。逃げ出したお前がエデンのハッカーを語るな。そうか、じゃあ勝手にしろ。彼と理解し合えないのは残念だよ。あれだけ力のあるハッカーはそういない。奴の話はこれでしまいだ。ユーゴ、こいつがデモンズの面倒に巻き込まれちまった。ジミー・ケンからザクソンの情報を探るよう命令を受けてる。彼か。フーディエのメンバーと知らずにスパイを命じるとね。ちょうどいい。では君はそのままザクソンをスパイするふりを続けてくれ。二重スパイをしてほしいという意味さ。デモンズで動きがあったら。エンドスか、ユーゴ。構わないよ。エデンで顔が知られていてはスパイの意味がない。それにフーディエの新人であれば、ユーゴハンがそこまで言うなら、しっかりお勤めしなはれ。フォーラムへの出入りは自由にしてくれて構わないよ。これで君も今日から我らザクソンのハッカー。ハッカーの存在理由はデジモンプログラムの使役によってのみ証明される。それがエデンの秩序を守護する我らハッカーの真の素。君が守護者としてふさわしい行動をしてくれることを祈っている。私はエデンで。何？ K というハッカーに。いや、僕は聞いたことがないよ。バッチも知りんせんな。と言っても
他の幹部が使うとる下っ端のハッカーまで。そのハッカーがこいつの巻き込まれた面倒ごとの元だ。おそらくデモンズのハッカーだとは思う。何か情報が入ったら知らせてくれ。受けたまわったよ。君たちには日頃世話になっているからね。君も悪質なハッカーの犠牲者。それなら僕などが言葉を尽くさなくても暴走するハッカーがどれだけエデンで暮らす者を苦しめているか。真田新が言うように、僕も根本的にハッカーは自由であるべきだと思う。しかし自由にはたくさんの解釈があることも事実だ。君がどんなハッカーになるのか、近いうちに大きい仕事を頼むことになりそうだ。相変わらず話が長い野郎だ。真田から聞いたのか。あいつの話は信用するな。あいつは力がなければない。いやー、なんかすごいことになっちまったな。ハッカーたちの間じゃザクソン分裂の話で持ちきりだぜ。 K について何か分かったか。うん、にゃ、さっぱり。こいつはちょっと手強い相手かもしれないぜ。俺の情報網に引っかからないってことは古参のハッカーじゃないのは間違いないな。お前、あの後あいつから接触はあったのか。そっか、今は様子を見るしかねえな。病院からだ。エリカの退院許可が下りた。おお、長引かないでよかったな。迎えに行ってくる。にしても K のやつ、何のためにお前をデモンズへ呼びつけたんだろうな。今のところ K がターゲットに指名してきたシガもカヤバも犯人じゃなかったわけだし、誤った情報を提供してお前を混乱させようとしているとか。帰ろう。Yes, I want to save. Kite, あのおじさん、スウェードを開け。君は気にならない。東京のあちこちで起こっている怪現象やデジタルウェーブ異常、それにあのイーターや真実、これはきっと何かとんでもないことが起こる前触れなんだよ。デジタルシフト内に入ったっていうハッカーたちの情報を集めると、高確率でイーターの目撃情報も含まれてるの。ひょっとしてデジタルシフトはイーターが原因じゃないかな。聞いたんだ、病気のこと。気にしなくていいよ。別に閉じこもってたって良くなるわけじゃないから。ああ、もうそんな顔されてたら逆に具合が悪くなるよ。君、ザクソンの二重スパイになったんでしょ。バカ、迷惑かけてごめんって
言いそびれちゃったじゃない。エリカ、エリカ、そう、私みたいにワクチンで治るんです。治らない。そっか、エリカ、ない。ふん、せめて私がもっとエリカと同じことができたらいいのに。そしたらお手伝いできるのに。All right, without further ado, you guys, everyone, have a good night, and peace out. That's it for today.